配色がすごく可愛くて一目惚れして購入しました。高い位置のツヤを塗るだけで全然違うので、これは絶対持ってるアイテムです。ゴロッとしたリングにハマっていて、洋服に合わせて付け替えたりしています。これが焼き芋です。5本ぐらい作って冷凍保存して持ち歩いています。皆さんこんにちは、カジマリコです。今日はこちらのバッグの中身を紹介したいと思います。このバッグは私が去年会社を設立したんですけれども、その記念に買ったバッグです。このバッグは街がこんなに広いのでたっぷり入るのがお気に入りポイントです。これハグバッグって言って、こんな感じでなんかハグしてる感じの形がそうなのかなって勝手に思ってるんですけど、ここを外すと結構大容量でガバッと広がるので、 iPad とかカメラとか結構持ち歩いてるんですけど全部すっぽり入るので、すごく毎日愛用しています。まず一つ目が携帯です。この花虎っていうカバーを使ってるんですけど、もう3つ目です。角の部分だけプラスチックになってるので、落としたりしても傷つかずにすごく頑丈なのでお気に入りです。続いてがこちらのお財布です。エルメスのお財布なんですけど、パリに新婚旅行に行った時に一目惚れして購入しました。エルメスで買うつもりは特になかったんですけど、その店員の方に今入荷したものですって言われて急いで買ってしまったものです。今となってはすごくお気に入りです。カメラです。インスタグラムとかの写真撮るときはこのカメラを愛用してるんですけど、日常のご飯とか友達と遊んだときとかも何でもこれで撮っています。続いてがこちらの iPad です。これはこんな感じでキーボードもついていて、ペンシルもついているので、お洋服の絵を描いたりするときとか、あとはメールに返信したりするときとかに愛用しています。ちょっとパソコンだと重たいのでこれで代用することが多いです。続いてがハンカチです。ペイラーのハンカチなんですけど、フォレストグルミットの柄になっています。結構グルミットがすごく好きなのでここを表面にして使うことが多いです。続いてがこちらの CFCL のバッグです。仕事帰りとかにスーパーでお買い物することが多いので、これに野菜とかを入れて持ち歩いたりしています。この中に入っているのがまずカチューシャ、これはアレクサンドル・ドゥ・パリのカチューシャなんですけど、これが黒の細いものとグレーのベロアの太めのカチューシャです。ヘアアクセサリーをすごい量持ち歩いていて、これも同じアレクサンドル・ドゥ・パリのものなんですけど、仕事の時とかこんな感じで邪魔になったらこうしてこれで留めるみたいなヘアスタイルをすることが多いです。同じくハネムーンで買ったヘアクリップです。アテネでフラッと寄ったお店で買いました。こちら の髪留めは大と小2つあって、こうやってくるってお団子にしてここに刺す感じで一発でまとまるので、これも愛用しています。マルニの名刺入れです。ブルーとグリーンとちょっとブラウンっぽい配色がすごく可愛くて一目惚れして購入しました。結構年季入ってて、このマルニの文字がちょっとくすんでる状態です。メイクポーチです。ポーチっていうよりはアレクサンドル・ドゥ・パリの巾着に入れています。ベースからマスカラとかリップとか全部持ち歩いているので結構重たいです。最近のお気に入りはアンドビーのハイライターがすごくお気に入りで、このほっぺの高いところとかにポンポンってのせて使っています。高い位置のツヤを塗るだけで全然違うので、これは絶対持ってるアイテムです。中はこんな感じのクリーム状のハイライターになっていて、ちょっと体温で溶かして塗るっていう感じです。これはもうずっと使ってるんですけど、セルボークの9番のリップ、これも使っています。他のリップがクラランスのグロスです。これは結構唇がムチッとするのでヌーディーメイクとかに使っています。シャネルのリップも結構ツヤ感がすごくてグロッシーな質感がお気に入りです。あとはジュエリーボックスを持ち歩いてるんですけど、こんな感じでゴロッとしたリングにハマっていて、洋服に合わせて付け替えたりしています。今つけているものもすごく印象的なものが多くて、手元のネイルの色とかと合わせて付け替えたりもしています。これがアンナダイヤモンドっていうブランドのもので、ラボグローダイヤっていう人工ダイヤモンドを使っています。これがアドリンヒューっていうブランドなんですけれども、これもすごく個性的なデザインですごく可愛くって、これも入ってるものほとんどアドリンヒューのものです。あとはおやつを持ち歩いてるんですけど、
これが焼き芋です。私あの焼き芋が本当に大好きで5本ぐらい作って冷凍保存して持ち歩いています。コンビニのお菓子とかをちょこちょこ食べちゃったりしていたんですけど、私肌に出やすいタイプなのでできるだけ添加物を避けたいと思って始めました。あとは香り物でいうとディプティックの香水を使っています。大きい瓶の形のもあるんですけど、あとこっちの方が持ち運びしやすいのでこれをちょっとシュッと手首とかに塗っています。こっちはさっきあのリングのジュエリーケースを紹介したんですけど、こっちはあのネックレスとかを入れています。でこの袋はあのトゥモローランドの展示会でもらったものを愛用しています。ネックレスとかもすごく印象的な大ぶりのものがすごく好きで、これもイニシャルのネックレスなんですけど、佐々木が他のブランドとコラボした時に作られたものですごく気に入っています。これはあのロンハーマンで購入したんですけど、こう3年ぐらいになるぐらい長いです。何周でもできそうなぐらい3連にしてこんな感じのボリューム感です。もう一個のこのフープピアスが、こちらもあのハネムーンでギリシャのサントリーニ島に行ったんですけど、そこ の, あの雑貨屋さんで購入したものです。シルバーのビーズがたくさん入っているんですけど、これも耳元につけるだけですごく印象が変わるので愛用しています。ティーパックです。紅茶とかコーヒーがすごい大好きで、今までコーヒーを1日に 4,5 杯とか飲んでたんですけど、皮膚科に行った時にお医者さんにちょっとカフェイン取りすぎだって怒られてしまいまして、これはあのカフェイン入りのティーパックなんですけど、デカフェのものとかも最近持ち歩くようにしています。こちらのオイルはヘアにもボディにも使えるので、前髪とか顔周りにオイルを使うことが多いんですけど、顔の肌に触れても荒れたりしないのでこれは愛用しています。タエ芦田さんのショーに行った時にもらった手帳です。ブックマークは人魚のモチーフのブックマークなんですけど、これもすごく可愛くて本屋さんで確か一目惚れして購入しました。私普段結構大きめなバッグは持たないんですけど、お仕事の日はこんな感じで A4 サイズが入るぐらいのバッグも愛用しています。ブラウンのようなベージュのような絶妙な色味がすごく好きで、こちらも愛用しています。続いてがこちらもあのフェラガモのバッグなんですけど、この深めのワインレッドの色味がすごく好きで、秋冬の洋服とかにも合わせて使っています。でこれはこのバックルみたいなものをパチンって開くと、ここにもなんか資料が入れられるので、打ち合わせの時とかもさっと出し入れしたりして使っています。私お出かけの時は結構小さめのバッグを使うことが多いんですけど、こんな感じのカチッとした台形の形のバッグが好きで集めています。でこっちはあのベルボーのブリオンです。このカッチリしてるのに角が丸くてポテッとしてるようなフォルムがすごい可愛くって、これはもう一目惚れして購入しました。結構あのこれもマチがしっかりしているので、メイクポーチとかもすっぽり入るのですごく愛用しています。でこっちのバレエクストラは着物を着たりすることが多くって、そういうのにもすごく合うので、いろんなバリエーションで合わせて使っています。私の最近のお気に入りのバッグの紹介でした。特にこの2つは最近プライベートでも出番が多いので愛用しています。洋服とリンクさせてバッグも選んでいるので、私のインスタグラムとかでも見てみてください。現在発売中のスタイルブック黒の装いでもバッグと洋服の合わせをたくさん紹介しているので、ぜひご覧ください。皆さんありがとうございました。